暑いからってだらしないのはダメですよ。魔法のいあかか課題を。新しい情報があるみたいですよ。ね。リトルデーって特別新着状。ヨハネと一緒に打点してみない？私自身もとても安心できるから。課題を書く、熱くないですか？小鳥が。そばにいるとなんだかホッとできるんだ。だからつい甘えちゃうの。小鳥との時間も大切にしていきたいです。私自身もとても安心できるから。